なんだこいつ。危険です。静かに。トロールは必ず群れをなすのです。あなたたちもこちらへ。急いでこの辺りから立ち去った方がいいです。失礼ですが、あなたの剣の腕では次は命を落としますよ。何？大丈夫か？何があった？それが、トロールに囲まれたところに魔女が現れて、魔法でトロールを追い払ったんです。魔女？でもガキンチョだぜ。おめえにしちゃ上出来だ。ほら、私はイーノック村のモーガンと言います。この怪我じゃ一人で帰るのは無理だよ。送ってあげようよ。申し訳ありませんが、このまま村に帰るわけには。どうしても行かねばならんところがあるのです。村は今トロールに襲われ、全滅は時間の問題。それで言い伝えにある魔女に助けを請おうと考えたんです。魔女の館か。よし、一挙魔女探しだ。なんだこの間抜け面の石像は。石像じゃないぞ、ゴーレムって言って魔女の召使いの泥人形だ。そいつから離れろ。こりゃ切りないよ、マイクのことだけど。あん時の魔女ガキ。私はシール家、お塩様がお会いになられるそうです。どうぞこちらへ。私はイバレラ、この子のお目付け役よ。ようこそレイジュの館へ。私が当館の主、フローラと申します。楽院のお二人、お会いできて嬉しいわ。お待ちしていました。ばあさん、あんた一体。ちょっと待って、今はそちらのお話の方が先だわ。トロールのことね。あ、はい。残念ながら私にはお力添えできません。死期が迫っているのです。でもご心配なく。シール家、力を貸しておあげなさい。
お師匠様、そんな、私は…皆さん、どうか我が弟子にお力添え願えませんか。無償でとは申しません。あなた方が戻るまでに、私は御符をこしらえましょう。烙印の力を消し去ることはかないませんが、少なくともあなた方が取り憑かれることは防げるはず。その話乗ったぜ。ありがとうございます。よろしくお願いします。これから皆さんにお渡しするものがあります。精霊の加護を授かった魔法の武具です。これがあれば皆さんもトロールと対峙できるでしょう。まずはセルピコさんには風のエレメンタル、シルフェの剣とフードを。イシドラさんには火のエレメンタル、サラマンデルの探検と性別した魔法の木の実を。女性お二人の鎖片びらとナイフは魔除けの力がある銀でできています。ばあさん、あんた言ったな、俺たちを待っていたと。あれはどういう意味だ。お告げがあったの、閣僚の友人から。烙印の者たちに力を貸してほしいと。力を貸せ。まあいいさ。あんたこいつを知ってるか。ベヘリット、閣僚の真相と宇津葉を結ぶ鍵、五人の密会を召喚するための呪物。教えてくれ、奴らゴッドハンドを呼び出す方法を。これは叱るべき時、叱るべき者の手にある、そういうものよ。人の意志の及ぶところではないわ。神のみぞ知るってやつか。ゴッドハンド、やつら何者だ。彼らは私たちにとって大いなる謎の一つ。分かっているのはかつては人間だったということだけ。声をかけてあげればよろしいのに。ほんとたくましい子たちだこと。少々危ういところもあるけれど、それにしてもどういう風の吹き回しかしら。あなたが私に頼み事だなんて。それも誰かのために。古き友よ、私が手を下さずとも、あの者もまた因果律に導かれし一員しまもやも知れる。そうね、神は運命を与えたも、出会いという運命を。皆さん、これを指に結んでください。念話をできるようにします。通常をはるかに超えた意思の疎通が可能になります。皆さんは私の指示に従っていただきたいのです。